白米とは、本来は、江戸幕府直轄地からの年貢米を指すが、後に、兵糧米のために、幕府、府大諸藩などに備蓄された米のことを指した。五条米、白付米とも、享保15年には、幕府直轄領の年貢米である白米と、区別するために五葉米と解消された。原型は、豊臣政権時代に存在し、白米奉行が置かれて、福島正則、 毛利リ高政らが任命された。江戸幕府でもその方針が継承されて、直轄地からの年貢米の余剰を江戸城などに備蓄して、有事の際には、兵糧米とすることとなっていたが、官営年間に入ると、その一層の充実が求められ、官営10年に、普代諸藩に対して幕府年貢米あるいは、御用金を供給して、米の備蓄、管理を命じた。3年後には、 江戸の浅草三倉にも専用の施設が置かれて白米奉行が任命された。幕府は白米奉行、不代諸藩に対して毎年上前の中身を入れ替えて有事に備えることを命じ、不代藩の天保の際には引き継ぎの一環として法規通りの白米備蓄の有無と備蓄の方針の確認が求められた。以後、漢文元年、上京二年にも白米備蓄の増加が命じられ、 東海道の宿場町に対しても同様の措置を命じた。状況2年の制によれば、全国に44.2万国の城前が備蓄され、江戸城、大阪城、二条城、寸府城といった幕府直轄の城や府大諸藩の城、東海道宿駅などの計68箇所に分散して備蓄されることになっており、また遠方元年には、 幕府が民間の海船を雇い船して白米をしての備蓄地へ輸送するための専用船とした。白米石船は高額で雇い船される代わりに、幕府の厳重な管理下に置かれて白米以外の一切の物資の搬送を禁じられているなど、条件が厳格であったために次第になり手に事書くようになったために、官方3年には許可制ながらも空船時の 一般貨物の搬送も許されることとなった。当初、軍事目的のための備蓄米であった。白米も長い間の平和のために次第に基金などの災害の救済や臨時の出費の際の財源に流用されるようになり、ついに元度92年には幕風財政の赤字穴埋めのために備蓄量を漢文以前に戻し、その余剰を売却させている。 教法15年に白米が御用米と改められた背景には、実際には災害救済や財政調整のために用いられて、軍事職が払拭されていた現状に応じたものであるとされている。その後、教法の大基金や天明の大基金の救済のためにも御用米が活用されたが、松平定信の完成の改革では、囲い米を導入して御用米の役目を代行させ、 御用米を当初の軍事専用に復帰させようとしたが、爆風財政の悪化などによって依然として、災害や財政目的での利用が続けられた。ありがとうございます。